立川和史郎は、江戸時代中期から、信濃国諏訪軍を本拠地に活動した宮大工の、明石。江戸幕府作事方、立川流の地方分流。諏訪大社下社秋宮の兵廃伝の彫刻初代富宗が、工房で彫刻を大量に作成して、軸部完成後に運搬して取り付ける分業形態。施主の要望により彫刻をオプションとして付加する、随意付加形式。 事前にカタログを提示して受け置い契約をまとめる、発注形式など、合理的に組織化された建築活動の基礎を構築し、短期間で多量の建築工事を可能とした、遠距元年生まれ、文化四年没。信濃国諏訪郡高島城下の角和原村に、お化職人、塚原忠右衛門康義の次男として生まれ、江戸へ出て、幕府作事方の立川湖兵不暴に奉公し、 自社建築を修行の末、立川の名乗りを許され、彫刻を中沢五平に学んだ後、帰京する。安永三年の総持院、白岩観音堂を手始めに、自社建築と彫刻の制作を開始する。同九年諏訪大社下社秋宮の兵拝殿を建てて、名声を高めると、完成元年に、全光寺大肝心表門。今日は二年から一門で三十年にわたり静岡。 浅間神社の彫刻を手掛けた。一門の得意とする、流彫刻のつなぎ工業は、共和元年の稲郡長岡神社以後に採用された。諏訪大社下社秋宮の平廃伝前光寺、大肝神表門天明二年生まれ、安政三年没。静岡浅間神社老門、虎の子渡し仙台の長男として生まれる。当初は和造不教を名乗り、仙台没後に二代目。 和ズ・郎富政を襲名する。諏訪大社元宮平殿や道拝殿を手掛けたほか、品の国内にとどまらず、関東地方から近畿地方にかけて幅広く活動し、下宇佐国千葉神社や江戸小石川白山神社の建築、京都御所御門の彫刻などを担当した。彫刻では、俗母にうずら、波に千鳥、ひなと親鳥などを得意とし、乱舞や置物の彫刻は、不詳の次男、 三代目、数郎夫主やその弟子たちに受け継がれた。中でも、安住野の立川と与八は、諏訪立川流を受け継いだ著名な弟子の一人である。旧海地学校三代目、数郎夫主の弟子、原田総慶の彫刻地の駅から、長野県道192号、千野市役所通りを市役所方面へ、徒歩三分、宮下和夫町、二人の豊八安住野の宮大工大隅流と、 立川竜その作品と警府宝月書籍2008年ありがとうございます。